はい、まずスタートですね。スタートは内側3者スタートを取りに行きましたね、うん、勢いよく取りに行きました、まず3番ですね、3番の四季選手、3番のししました桑原選手がまずは前に取りに行きました、そうなってくると、ここは徳島勢がこれから上昇してきますよね、徳島勢といえばここは6番の島川選手、そして8番の原田健太郎選手ですね。ここはまず 誘導員の後ろなんですけどいまだ1番、2番、3番この内枠3者がね激しく取り合ってますよね、2番のここは森田選手も譲らないですよね頭を右、左に出しながらもう真ん中ですからねここは本当に不安定なところなので下がらないと危ないところなんですけどもここ、森田選手がそのぐらい前を取りたかった気持ちが強いということですよね。 ですけども、ここは3番の桑原選手が前を取りましたので、えー、このまま6番、8番の徳島勢が来て6番、8番、3番という形でラインを形成しましたそして中段ですね、7番、1番、4番野原選手に東口選手、志木選手ですね。ここは中段に近畿勢ですね。 そして後方に2番の森田選手、阿部選手内藤選手ですね、ここは関東の森田選手に東北勢がつくという足跡のラインなので、森田選手からすると、やはりここは自分が勝つ競争になってくるのかなと思いますね。 あとは気になるのは前を取った島川選手そうなってくると突っ張り先行もあるのではないかなと思います同県の先輩原田健太郎選手を連れていればここは先行に徹するのかなというところですよね残り2周の赤番で後ろから7番の野原選手2番の森田選手が上昇してきました。ここでね 残り2周のところで6番の島川選手が野原選手にね体をぶつけながら突っ張り先行ですよね、もうここは出させないぞという気持ちが出てましたね、そして森田選手がいるんだところでここぞというばかりに行ったところで島川選手がまたダッシュをしました、ここで原田選手がね車間を開けていましたから、こういうところが森田選手の自在性のうまいところですよね、車間が空いてたところにさっと入って、ここで島川選手を車間を開けて逃がしておいて、目標に しといてね、追いかければ後ろからまくってくる選手がスピードが合ってしまうので、ね、なかなかまくれませんからえこの辺は森田選手、いいレースしましたねえですけどもやはり力をためていた7番の森田選手が野原選手が大外をまくってきて一番伸びるところですね、平ら慶里の伸びるところです、7番、1番そして、えー、この2人が伸びてきましたね。えー、野原選手の,このまくり追い込み 非常に決まって東口選手がさせませんでしたから野原選手の走り方というのはね足をためたラインが結局は一着に来たとというとこでですねでも島川選手の主導権あそこまで頑張って2つのラインを突っ張ったのにもかかわらず原田選手が車間を開けたまま、ね、あのまま下がっていってしまうというのはちょっと見ていて残念でしたよね。そうでした、ね、もう少しだから あの原田選手もこう勉強しながらね少しずつこうまくなっていくんだと思うんですけれどもね、原田選手、30歳ですか、まだ若いんんでですすねねそうなずっと強いからね、う年齢いってるのかと思ったんですけど、まままだだすよねで若い選手、これからねどんどん出てくるので、番手回ることがね増えてくると、少しずつ勉強しながら、あの辺さばけるとね、もっと成績安定しますよね。そうですよねはい